こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。で、このまま、まあなんかあそこのね、前回見えた宝箱の取り方は分かんないんですが、まあ、とりあえずちょっと後から探索ってことで先に進みましょう。ここまで来ると驚きだわ。何もそんなに急ぐことはないのに。その急ぐことは、ね、でもなんか闇って言ったら強そう。ね、なんか即死系使ってきそうですよね。ワンチャンでデスガードともやってみましょうかね。フェリス、時を、おおつえで、名車それぞれにやって、で時をにやって、名車にやって、とりあえずね、HP を回復させて、補助、どんどんやっていきましょう。時を、名車、フェリス、危ねえ、なんか怖い、めっちゃあ、ミスった、おわちょっとねえ、やったかやったか、スピードで時を、メイシャ、ね、パワーでフェリス、即死だ。パワーでそろそろ殴りましょうかね。もう食らうな、やっぱり。ヒーローモアで回復しといて、うわ、また食らったし、波動、よし、来た、メイシャもうちょっと欲しいな、スピード、
エリさん222、292、もうちょい上げたいな。60ならなんとか。よしよし、時計もね、そろそろ補助かけといて、もう241も食らうよ。気をかけて、何、うお、なんだ、怖い。食らうな。おお、234くらい、つい。よし、ちょっと余裕があるから MP を回復しておこう。これ何なのかすごい気になる。おお、来た。もしかして、そうでもないな。てい、お、273も食らって、つえー、ラスト多分違かった。なに、お、なになに、お、つ、ちょっと待ってくれ、つえー、つえー、今のつえービビる。これで最後だ、くらえー、きたー。闇を倒した。きたー。12000と7800。きた。しゃ。ま、まさか、これほどまでとは。でも、私を倒したくらいでいい気にならないこと。ね。これお前、うわー、なんてー。闇ランクきたー。しゃ。それを神殿の開かずの扉で使うがいいわ。お前の真の敵が永遠に眠れと誘ってくれるはず。ひひ、最後に一つだけ教えておいてあげる。私はお前の心、お前の心で救う、横島な言う。いやー、え、ちょっと待って、これ、なんかないかな。ちょっと待って、ミスった。やばい。これワンチャン死ぬ。ですよねー。これ。まずい。ちょっと待って。まさかの。いや、まさかのパターンになるから、ちょっと待って、うわー、やばい、危ない。危ねえ、危ないよー。
で逃げれへんの。マジ勘弁してお願いします。辛い。よし来た。もういいや、ちょ帰ろう。ありがとう、あんたは命の恩人じゃ。おじいちゃん、お姉ちゃんって本当にすごいんだね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。まあでもね、あそこの宝箱を取りに行かないといけないんで、フィギュアになるときってね、スーッと来て、フーッとして、パンって感じなの。もちろんもうヒロインになりたいなんて考えないことにしたわ。そうか。じゃあとりあえず戻りますかね。戻ってきて、無事にヤイミンを倒せてラッキーじゃなくて、あそこの宝箱を取りたいんですよね。でも、ここやんね。あそこ、どこだろう。取る。よし、時用のフィギュアをゲットできたし、戻りましょうか。交換。指のマストと、ないな、指のマスだけでいいや。どこだ。特にレベル上げをするわけでもないんですけど、とりあえずあそこに行ってよく調べる、読む。王様とかにもね、話をしに行きましょうかね。てかそもそも闇のアークの効果って何なんですかね。即死攻撃を防げるとか。いや嬉しいな、それ。それだったら、それだったらいいんだけどな。違う気がする。ぜひ知ってる方、情報待ってます。私までフィギュアにされると、あなたがいなければどうなっていいところか。でもこれで街も平和になるでしょう。しかしただ王子様だけよ。フィギュアにされている時、すぐそばにあの人がいるような気がしてしまいました。どうか無事でいてくれるといいのですが。多分無事だと思います。シンデレラ。まあじゃあちょっと宿らせて、あ、ちょっと待って、闇、あ、やっぱりコウモリみたいな形なんですね。思った通りや。時代で、宿らせる知恵、名車で、このメンツが一番安定してるな、今のところ。シフトでクリスタルカラスコベの滝、あ、やべ、ステータスですよね。回復だけしないと。よいしょ。ありがとう、助けてもらえるのにお金をもらうのはとても辛いんだけど、このところお客さんがめっきり減ってね。はい、
わすげえ、お金めっちゃ溜まっとったやん。で、セーブもしましょう。はい、1番 OK。 じゃあこれで滝に行って、あとは探索して帰るだけですね。探索だけしたい。なんかエンカウント率下げるやつなかったよね。はい。どっかな。逃げれる。逃げれる。僕来た。これ入るのはちょっとエンカウント率っていうか敵の周りの敵のリセットを兼ねてやってます。あ、これが違うな。全部揃ったな。ちょっとテンション上がる。だって多分ここまでちっちゃい時行けなかった気がしますもん。アーク全部揃うとか、
こ、使うミレーネ、久しぶりにミレーネやな。あ、こいつヒールしか持ってないんか。ステータス、うわー全然回復しね。ここなんだっけな、そういえば。あ、ギリ。危ねえ。お、来た。あ、来たー。ここのアイテム取れた。よし。てか何？違う。説明。ブーメランか。あ、じゃあいいじゃん。ちょうどいいや。リーシャイン。で、装備で。リーシャイン。手裏剣。58。宿らせる。光？だっけ？はい。あ、じゃあいいや、戻ろ。アホ。ティンクル。遠くでオートシフト。んで、あ、ちょうどいい時間や。ちょっと待って。ちょっと防具屋も見たい。お、闇ってやつって何者なんだ、知らないな。あ、もう全部、あ、買ってんな。どうも、また来てくれよ。でも実際闇って、でも最後にあいつが言ってましたよね。闇はフェリスの心。なんでしょうね。邪悪な心、それが闇なのかもしれないですね。うん、なんと闇を倒したと。そうか、ついにやってくれたか。なるほど、それでフィギュアから元に戻れたんじゃな。良き日だ、実に良き日だぞい。ところで最近王子の様子が気になるのだが、どうだろう、一つ相談に乗ってはもらえんか。なんて、この人一体彼女はどこの誰なのでしょうか。手がかりはあの時見つけたガラスの靴。お願いです、どうか私と一緒に彼女を探してください。本当ですか。では早速出かけましょう。王子が仲間になりました。そうか、王子、いや仲間になってくれるのはありがたいねんけどな。どうせ戦闘に参加してくれへんからな。じゃあさっさとお届けしましょうか、この王子を。シンデレラの元に。シンデレラ、お客さんだよ。あれ、まあ私にぴったりだこと。おほほほ、今にも8切れんばかりだ。私にぴったしよ、嘘つき。悲しい一言。あら、私にぴったりじゃない、幻滅。あれ、シンデレナどこに行ったんだ。普通にシンデレナって家にいるもんじゃないの。はて、その靴、
その靴私のじゃないわ、占ってあげてもいいけど、やっぱそういうのって自分で見つけないと意味ないんじゃない？それ言われたらな、確かに、うんってなるわ。じゃあまあ見つけますか。どこだ？とここか。赤ずきんからかわないでくださいましって言われた。テリスさん、本当にいろいろとお世話になりました。私たちはこれからお城に戻ります。気が向いたらいつでも遊びに来てください。二人で待っていますから。さあ参りましょうか。なるほどな。じゃあちょっと様子を見に行きましょうか。せっかくなんで。よいしょ。様子見に来たで。めでたしめでたしと言いたいのですが、実は困ったことに、王子がシンデレラ様を連れて戻られたまではいいのですが、そのシンデレラ様が眠ったまま目を覚まそうとしないのです。あいや、騒ぎが大きくなっても困りますので、このことはこの秘密に、私と王子、そして王様の3人だけしか知らないことなのです。なんだよ今度は、眠り姫か。王様、もうやっと巡り会えたというのに、彼女は眠りについたまま。確かこういう時は王子のキスで目を覚ますと何かの本で、でもいくら私がキスしても一向に目を覚まさないと、覚まそうとしない。お前何回して、やはり宿屋の前で見つけたリンゴを食べたせいがいけなかった。もう何食っとんねん、拾い食いとかあかんで、よく出したあかん。まあとりあえずね、今回はこの辺で終わります。はい、いい時間なんで。ではでは、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。